はい、こんにちは。セイクリッドブレードボス攻略動画、今回は13-8ですね。相手はジェイクとカレンの2パーティーで、こっちはスレイ、シリル、ルナリアのパーティーでいきます。で、スレイはね、 SR じゃなくてレアを使ってます。まあ、ちょっとキャラランキングのお話しするときにも言うんだけど、スレイはね、 SR よりレアの方が多分強いです。理由は今度説明します。で、相手の盤面、緑にヒット、水シャン、サンチェインのバリア持ちと緑にヒットプッシュ、どっちも緑ヒットからの水サンチェインですね。で、基本的にこの辺のステージって緑のバリア持ちが多いんですけど、スレイのアクティブスキルで破壊していきます。スレイのね、アクティブスキルがもうマジで強いね。最初は盤面整理というか、あの木とかが邪魔くさくてエレメントが少ないんで、まずエレメントを増やしていく。で、カレンが動いて、シリルさんが切られていくけど、確かこのキャラってあんまり攻撃力強くないんでね、あんまり気にしなくていいのかなっていう感じです。で、お二方にはね、ルナリアさんの最強ユニット、ルナリアさんの呪いをかけていきたいが、まずはどうすかな。まあ、MP 稼ぎしつつ右側の木も壊していきたいんだよね、本当は。なんで MP を稼ぐためにルナリアで4チェイン出せればいいんだけど、ちょっとまだきついかな、この感じだと。3チェイン、まあ、呪い与えるってのもありか。先にちょっとパズルを、このカレンね、分身してるんだけど、多分あのどっちだ、上の方が分身か、どっちかね、壊すと爆発するんだよな。まあ、どっち壊しても爆発するのか。で、シーリリューにダメージが及ぶような気がするんだけど、あー、いいな、普通の敵も倒したいし、これでいくか。このなんかアイスクライマーみたいなのも倒したいしな。よし、こっちで行こう。私にかかれば操作もないこと。お、ジェイクが動いてきた。敵の死角に潜り込む。小手調べだ。ジェイクってさ、弱くない？めっちゃ。まあ、カレンもあんまり強くないんだけど、ジェイクのね、SR 持ってんだけどね、めちゃくちゃ弱いんだよね、こいつ。なんか使ったんだけど、まあ、何が弱いって攻撃力が弱いです。このゲームなんかタンカーがあまり強くないんだよな。なんかグレンダがあのフェアリーシールドを強化した、なんか140ぐらいの攻撃力のフェアリーシールド装備してようやくまあ使えるかなってぐらいなんで、このゲームのね、タンカーちょっと弱すぎてあまり使う気にはなれないです。まあね、このカレンもそんなに強くないし、ジェイクもそんなに強くないし、敵としてもどうなんだろう。今のところあまり恐ろしい要素がないけど、まあ、シリルの HP は結構減ってるね。で、カレンのアクティブスキルをスレイのアクティブスキルで消していく。で、緑1ヒット与えたんで、緑エレメントを使ってで、ちょっとプッシュをねしていきたいんだけど、これ難しいな。ちょっと待って、失敗したかも。これいけるか。いや、きついな。このジェイクにプッシュ与えるエレメント配置が一箇所しかなくて、ここまで持ってくのに無理だ。ついな、これ失敗したわ。今回使わなくてよかったな。あ、キー壊そう。先にキーとアイスクライマーを倒して、よし、まあ、これでいいでしょう。
どうしよう。あれだな、ちょっと回復したいな、こいつは。ちょっと一旦回復挟んで、うん、マックスまで回復しましょうか。シーディルを遠くに逃がしていく。で、これで MP が多分50ぐらいにはなるんで、スレイのアクティブスキル使えるな。ただジェイクに対する緑のプッシュの盤面が揃ってないか。あ、カレンの方がいいかもな、先にやんだったら。まあもうちょっとね MP 稼いでおきましょうか。2チェインか。ちょっと一回逃がしとこう。あのランタン2つ出せればもういけるんで、まだ1個しか出せないな。どうすかな。紫でプッシュは出せるけど、まだ貯めておこう。つかなんか敵があまり強くないな。いや、なんか前回のボス攻略は相当辛かったんだけど、今回ね、これ1回目なんだよね。1回目なんだけど全然恐ろしさを感じない。よし、け。結構稼いだ。これね、MP 的にランタンを2個出せるようになったんで。行くか。あ、いい盤面がめちゃくちゃいい。あ、待てよ、行け。真ん中。いや、そうでもないな。まあ、一箇所あるな。こう、こう。一箇所プッシュの盤面はあるけど、これで行けるんだったら、右下とかにランタンを配置するか。置き場所ちょっと迷うけど、いや、まだまだやめようかな。どうしようね、悩むな。 MP 稼ぐか、もう行くか。剥がせるし行くか。ジェイクを先に剥がしていきましょう。もう一発。もう一発真下でもいいのかな。ちょっと待ってよ。動いたな。これちょっと待ってね。あ、まあ、いけるか。まあ、いけるね。で、緑踏んでるんで。あれ、ちょっと待って、難しいな、これ。プッシュができない。プッシュができないんですけど。あ、ダメだ、プッシュできないな。あ、まずった。いや、もうきついわこれは。もう一発打つかしたら、もう一発打てば何色でもいいんだよな。もう一応これサポートありきのバリア剥がし構成になってるんで、もう一発ちょっとぶち込んで。これで、まあ何色で、紫でも、プッシュしちゃいますか。このサイトなら。まあ何でもいいや、もう。適当にちょっと2チェインぐらいで。よいしょ。これで繋いで。あ、いいね。これ両方剥がせる説あるぞ。緑なんで。サポートスキル入れて。で、両方剥がしていく。いいね、これ。はまった、はまった。よーし。強っ。
この爆発。あとはもうボコ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 やっていくだけだな。ああいいね、この盤面が強い。紫で4チェーンいけるかな。上から、うん、場所が悪いな。上からと、うん、違うか。3チェーンでもいいかな、もう。あ、いけるか、これもしかして。こう、お、いったいったいった。当たる。しかも、両方当たる。これでいこう。今回ハマるね。で、4の方。うい、ジェイク倒した。カレンもね、もう瀕死だからね、適当に、よいしょ、適当に組んで、はい、4チェーン当てて終了ですね。うわー、簡単。13の8めっちゃ簡単だ。はい、そういう感じでクリアですね。じゃあ引き続き次のボス攻略でいきます。